こんにちは、こんばんは、おはようございます。うちの部屋、担当校からの自発動向は最強の生態である。気候教室、ワンデー外気候使用性講座とか情報空間の書き換え講座とかで結構担当校を重要視して、あのワンデー外気候だと担当校できるまででいいんですけれども、あの情報空間の書き換えになると担当校からの自発動向できないとダメですよって言ってるんですけども、で担当校からの自発動向をすると木がね巡って、でその人の本当に、昔の古傷とか、肉体的な部分の古傷にあるところって夏冷えたりとか、そこに血行がいかなかったりするんですけど、それをずっと担当校からの自発動向をしてると、古傷にも血行がいくようになってきて、さらに、その自発動向が進んでいくと、メンタル的に抱えてる問題も結構古いのが解決できるっていうのが分かったっていうので、今回は担当校からの自発動向のやり方っていうのと、それで分かったのが、この動画ではない動画で、うつ病の改善方法というのと、この動画ではない動画で、担当校からの大終点っていうのをやっていきたいと思います。でも今日は、担当校からの自発動向という形でやっていきたいと思います。はい、では、担当校をするためには、足を肩幅に開いてください。足を肩幅に開いてもらって、足を肩幅に開いてもらって、まずガンって、膝を屈伸させて、上半身もブランブラーンな状態にしてから、頭のてっぺんだけ、宇宙からニョ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 ンって釣り糸で釣り上げられます。そしてこの状態で大木を抱く。大木を抱く。そしてこの時は丹田に意識を向けます。丹田に意識を向けます。で、最初の頃は、最初の3ヶ月くらいは、この膝を曲げた状態で大木を抱くっていうのをやっていただくと、3ヶ月くらいやっていただくと、あの木の感覚っていうのが分かってきます。で、そのうち、この木の感覚がもう分かって、木の巡りが分かってくると、体が勝手に動き出す。今も揺れてますけれども、自発動向が始まります。出してで、まず丹田に意識を集中したまま、自発動向を始めていきます。で、この自発動向っていうのは、自発動向なので、私が、体に命じて動いてるわけではなくて、無意識が勝手に動かしている状態になります。で、今、丹田に意識を向けた状態の自発動向です。自発動向の時、体が動くままに動いていいんですけれども、この両足を肩幅に開いて、膝を曲げて、大木を抱くっていうポジションにはできるだけ戻るようにしながら自発動向をします。なんか体がリクエストに応えてるのかのようにいつもより激しく動くんですけどこれ私が動かしてるんじゃなくて、この丹田に意識を向けた状態で勝手に体が動いてる状態ですね。はい、で収まってきたら今度は名門に移します。名門というのは丹田の裏側の腰のあたりですね。この名門に意識をずらして、
担当校をします。そうするとね、また自発動向が起こるんですけれども、丹田の自発動向とは種類が違うというか、動き方が違うんですね。多分あの壺の意味で丹田と名門で司ってるエネルギーが違ったりするんで、名門の時と丹田の時はちょっと違ったりしますね、動きが。でこれも体が勝手に動くのをできるだけ止めないように、さらに歩き回らないように、担当校という枠の中で自由に動いてもらうっていう感じですね。でしばらくしてすると収まるんです。そうすると今度は咽咽ですね。咽咽っていうのは肛門と生殖器の間なんですけど、咽咽に意識を向けて自発動向をします。でこの動画では撮らないんですけれども、肉体的な問題はこの丹田名門咽咽の自発動向で問題ないと思います。でメンタル的な問題になると、上の方の神道、大椎、百栄、神経、陰道、人中、天突、断中とかを使っていきます。でその上の方のツボを使うのは丹東高からの自発動向じゃなくて、丹東高からの大終点の方でお伝えしていきたいと思います。あ、ちょっと今ツボの名前言ったから意識がずれちゃった。永遠に戻します。永遠に戻します。はい、永遠に戻ってきました。永遠っていうのは地球からのエネルギーを受け止めているツボ、グラウンディングの中心のツボとかで、丹田っていうのが気力とか胆力とか、その人の胆力ですね。で名門っていうのがその人の生命エネルギーっていう感じ。胆力と生命エネルギーどう違うんじゃと言われても違うものは違うんだなぁ。あ、また名門から意識ずれちゃった。また名門に戻します。はい、で丹田名門永遠に意識をずらすことを覚えたら、小終点って言って、丹田名門永遠、丹田名門永遠でこう回していってもいいし、丹田永遠名門丹田、この前回しで回していってもいいです。丹田永遠名門丹田、あれ、丹田永遠名門丹田永遠名門で前回しに回していってもいいし、丹田名門永遠という形で後ろ回しに回していってもいいです。で終わったら就航して、就航はね、一番簡単な就航は肩幅に開いたら腕を一回上げて、湯船に落とし蓋をしていく感じで落としていきます。火が上がった状態で終わらないように。これね、丹田名門で、丹田名門永遠でやった時はこの就航そんなに重要じゃないんですけど、大終点とか上の方のチャクラを使った時はこの就航をしっかりしないと気が上がってしまって全流とかになってしまうんですね。で私の場合はこれ最後に丹田呼吸をして、ここに木のボールを作って、この中に私が、健康でたくさんの収入が得られる人になりますように、私は稼げます、元気はつらつオルナミン C、 私は元気はつらつオルナミン C です。はい、という感じで、やってみてくださいという感じで、今日は、担当校からの自発動向は最強の無意識からの生態で
あの肉体的な持病を持ってる方とかはおすすめでございまっちゅーという形でっちゅー、はい、でこの動画とは別に、あの肉体的な問題がある程度クリアになってから持ってる精神的なものが出てきたりした場合のでうつ病の改善方法っていうのと、担当法からの大終点っていうのも、他の動画でやっていきたいと思います。以上。